ゾンチェスアンセイツイクサムです。あー珍しい。ツイクサムですの時は、まず声出してないですよね、シュウさん。バレた、バレてますよ、それ初っ端から。今日は何、今日は何、2人してないですけど、まず肘田です。肘田肘田なんて言っても肘田ペアです。あ、なるほどね。村田と肘田合わせて肘田ってことね。肘田、はい、ペアで、今日はね、何言ってんの、肘田ペアで。まあ、中崎でもいいですけどね。今日は、今日はなんと D リーグトレーニングカード開封。タイトルコール中にワイ言うのやめてもらっていいですか。特殊ルートから入手しました。そうだよね、基本ね、これをね、開けたかったんですよ、ずっと。なんかシュウさん一回開けてたんですよ、ね、俺は、その見に来た友達がもらったんだよね。はいはい、見に来た友達がもらったんですよ。見に来た友達がもらって、それをもらったんだよね。Dリーグの会場に来た人が全員配られる。そうですね、多分ゲットできるらしいんで。いやーカード化、これはね、もうね、もう野球やってたんで、プロ野球カード、はい、ありますよ。サッカーもあるじゃないですか。ありますね。カード化は嬉しい。いや嬉しいよ。いや本当に、いやもうね、男の子はカード大好きやから。いや特に俺らの世代が始まったからさ、カードなんて特に遊戯王カードとかさ、なんか始まったわけじゃん、世代的に。世代的にね、開ける時のワクワク感に、ポテチについてるパッケージのやつなんだこれ。あのプロ野球チップスとかで、ね、いやいいの、いいですね、これだけでもなんか取っときたい。いや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 、なんかもったいない気もしちゃうんですけど。まあでも今日開けます。開けましょう。やっぱ最近は D リーグもこのトレーニングカードを交換したりとか、はいはい、まあ、あとメルカリで調べたらね、販売されてたりとか。そうなの、そうなの、まさかびっくりしましたよ。ザ・ジェット・ポッパンガーズのメンバーとか、1万2000で売ってたの俺。マジですか。1万2000円です。おい、俺999円。何がするの。10分の1。古着のボロボロのジーンズぐらいっていうか。まあこれ開けるだけの動画です、今日は。いいっすか、じゃあ。いいよいいよ、マセキがもらったってことで、もうマセキいっちゃいますか。うわ、これ3枚入ってるね、うん、でこれ裏も言ったらあるから、そっか、分かっちゃうのか。どう見ていいんだろう。こっから出そうかな、とりあえず。じゃあ1枚ずつ、1枚ずつ。それでは1枚目のカード、あは、ベネフィットワンモノリスから。はい、リコー。あ、リコーちゃんだ。リコーちゃんですね。すげえ鳥だ。え、なんですか、すごい衣装がすごいっすね。あ、鳥ですねこれは。って言ったんですよ。お、うん、めちゃめちゃバロメーターでかい。おお、バロメーターありますね。めちゃめちゃバロメーターでかいの。ほぼもう最強の D リーガーじゃん。バロメーター。はいはいはい、すげえ。リコちゃんね。はい。いや、モノリスの中でもエース的存在じゃないですか。うん、リコちゃんね。身長148センチしかない。いや、そんなこと言わない方がいいか。そんなこと言わない、ね、そんな、言っていいのかね、うん、そんなこと言わ、あ、でも誕生日6月だから俺と一緒の。ああ、誕生日6月なんですね。でもこれから近いわ。リコちゃんでした、はい、1枚目。これレアでしょ、結構もうすでに。お、惜しい方いるんじゃない、リコちゃん。あ、6月2日だからこれ背番号62なんだ。リコちゃんバレたぞ俺に。ああ、マジか、バレちゃったぞ。そしたら俺6月26なんで、626で製造番号みたいになって、あのスティッチみたいになっちゃうんですけど、俺大丈夫ですか。スティッチ、あの製造番号626なんで。だから顔が似てんのか。リロー、リロー、リロー。2枚目いきましょう。さあ、誰だ、誰が来るんだ。あ、バリエンスインフィニティーズからスティッチ。待ってさ。そんなことある、そんなことある。え、嘘でしょ。え、今ちょうどスティッチのもの。スティッチ、え、スティッチ、スティッチ、スティッチ、本当に。え、スティッチだよね、これ読み方合ってる、これ。うわ、意外とおとなしい感じに見えたけど、俺エンタメ性果てしない数言ってるな。これめちゃめちゃ面白いですよ、このさ。スティッチ、え、あ、でもすごいわ、インスタグラム見てもD リーグの投稿から1個もね。マジで、おい、しっかり投稿しろ。おい、スティッチしっかり投稿しますしかない。もう終わるぞ、もうすぐ D リーグ。マナト、マナト、マナトくんでいいのかな。スティッチの、うん、本当に
ダンサーネームがスティッチなんだろうね。マナとスティッチってこと、光オリッチみたいな、モドリスの。はいはいはい、まあ、あれはあのボーグのカルチャーの名前ですけど、マサキインフィニティツイッツですね。マサキブルドーザーゼル、はい、まあまあそうですね。肘からそれじゃついてる感じのバリエンス、インフィニティーズからマナと、インフィニティーズはやっぱね名前が被ってるんで、そうだね、そうなんですよ、うん、仲良くなりたいなっていうところはありますね。ラスト1枚、ラスト1枚、これねキラとかも入ってる可能性あるんだよね。マジかよ、カイト、うん、カイトっすか。そっちじゃねえわ。いきます、うん、ラスト、あお、ライフルアルトリズムからレイカさん、はい、レイカさん、ライフルやっぱ色味がいいな、うん、おいいっすね色がね。レイカさんも喋ったことないな、うん、喋ったことない。レイカさん1月の9日ですね、誕生日がね、行く行くわ。行っちゃって5歳からジャズを習い始め19歳にロス渡米、英才教育じゃないですか。ジャズ、コンテフュージョン、ヒップホップ、ヒールなどさまざまなジャンルを踊りこなし、さまざまなミュージックビデオ、テレビ、ライブパフォーマンスに出演し、はい、ダンスフォグ、はい、あ、違う、ダナフォグリア、はい、ダナフォグリア、ダナフォグリアですかね、多分、率いるダナフォグリアダンスのカンパニーメンバーでもあり、はいはいはい、LA、NA、ニューヨーク、ロンドン、カナダなどで公演に出演。おお、すげえ、ワールドワイドに活躍しますね、レイカさん。レイカさんすごい、すげえな、いい髪色だ。いや、ライフルの人は本当にまだ絡んだことない方が多くて、うん、未知数なんですよね。森井純さんとかすごい積極的に、森井純さんは俺のガチャ企画で一番最初にライフルが入った年に当たってもう一発目とかじゃなかった、もう一発目です、ね、確かで当たって仲良くなりました。この3枚が当たりました。おー、はい、リコーちゃんと、マナと、マナとで、あとレイカ、レイカさん、今んとこ、あ、レイカさんとリコーちゃんがもうほぼほぼ同じぐらいだ。バロメーター強すぎだろ。レイカさんに関してはもうだってやばいよこれ、8、9しかないかも。普通にブルーアイズ、ブルーアイズ、ホワイトドラゴン。俺もたまたまもらったやつあげたらトモが入ってたから、うん、それちょっと動画あげたらトモさんのくださいみたいな。いやいや、そうそうそう、うん、あげません。さあ、どうせね、これもね、あのください来るなとは思うんですけど、あげません、あげません、残念ながら、ね、残念ながらあげれません。ごめんな、ごめん、申し訳ない。分かった。ディリーグファンじゃないって僕たち。ディリーガーなんでね。ファン同士は交換し合って、交換する場がね、そう、交換する場がありますから、そうね、うん、うわ、今度俺そこ行こうかな。はい、ということで、ディリーグトレーディングカード、みんなもうね、ディリーグが残り、次が12ラウンド、ラスト、レギュラーシーズンラスト、ラストですよ。なんかさ、言うてツイッターとかで書いてあったけど、なんか消化試合みたいな感じにはなっちゃうよねみたいな書いてあったけど、でも俺らに関してはさ、順位の変動があるんだから、そうですね、うんうん、順位が上の方がすごくあのチャンピオンシップに有利に戦えるってことで、何も何も消化試合というか、ぶちかましていきますよ。だし、多分消化試合だと思ってるチームはいないんじゃないかな。そうね、あの最後まで多分楽しませるっていうか、うん、来てくれてるお客さんをあの楽しませるスタンスではいると思うから、うん、そう思ってる方こそ D リーグ会場に見に来てほしい。確かに、こういいな。ああ、ということでね、はい、はい、ぜひぜひ、残りもね、はい、ちょっとカードだったりとか、まあ、D リーグ楽しんでもらって、はい、会場でありますから、うん、いっぱいあるからね、うん、ぜひぜひゲットしてもらって、あの推しをね、推しのチームと、うん、推しを応援してもらって、はい、でオーディエンス投票も、オーディエンス投票も参加できますので、ありますね、ぜひぜひ無料でね、お願いします。D リーグオフィシャルアプリから、あの概要欄に、ね、書いてありますんで、そこからダウンロードだったりとかしてもらえればと思います。うわ、いいやということで、この動画がいいと思ったら、はい、チャンネル登録、高評価、コメント、おばあちゃんと一緒に見ようぜ。おばあちゃん待って、何人ですか。8人。あ、大家族。それでは次の動画もお楽しみに。またね。Just, I'm saying.
トキソンです。いや、ちょ、待って早いっすよ。せーの言ってるじゃないですか。あーったよっつってやもう一回いきますよ。あ、いいよ、ミスった、ごめんね。